ダイハツムーブダイハツムーブキャンバスムーブキャンバスはダイハツ工業が製造販売するムーブシリーズの軽トールワゴン名目上はムーブシリーズで初のスライドドアを採用した車種である軽自動車の市場構成の中で多くを占める女性の中で当車種では近年の女性の行動特性に着目し普段の暮らしに少しの変化を与えることで 自身のライフスタイルを楽しむ若年の女性ユーザーを対象に企画され、近年では親との同居世帯の増加に伴い、世帯内で自家用車を共有する傾向が増えているといった使用実態にも視野を向け、当社種の中核となる若年の女性ユーザーのみならず、幅広い世代で使いやすく、デザイン性と機能性を両立した軽トールワゴンとして、 ライフスタイルを楽しむ女性ユーザーに寄り添う車種として開発された。キャッチフレーズはできるミニバスで CM には高畑三月を起用した。2015年10月の第44回東京モーターショーに参考出品されたコンセプトカーひなたをベースに市販化された車種で6代目ムーブの派生車種でもある。ムーブの派生車種では三代目ムーブベースのラテ四代目 ムーブベースのコンテに次いで三社種目である。タントともほとんど共通のプラットフォーム、エンジンを使っている。なお、本社はコペンとハイゼットキャディ同様、今のところ、スバルやトヨタ自動車には OEM 供給されておらず、歴代ムーブシリーズにおいて、ラテ以来、トヨタとスバルへの OEM モデルが存在しない。外観は面構成による、 丸みのあるシルエットと水平基調のロングキャビンが特徴で、ボディカラーは、ファインミントメタリック、スムースグレーマイカメタリック、ナチュラルベージュマイカメタリックの3色の新黄色を含む9色を設定するほか、パールホワイト3を除く8色は特徴的な見切りラインとしたストライプスカラーも設定されており、ボディカラーにより、パールホワイト3またはスムースグレーマイカが組み合わされる。 内装はベージュ系の内装を採用しているが、メーカーオプションのブラックインテリアパックを設定することで、シートカラーをブラックに変更することができる。自発光式大型センターメーターを採用するほか、リアシート下に引き出し式の収納スペースを設けた日本初の置きラックボックスを採用。荷物を入れたままリアシート下に格納可能な、 ケースモードと引き出した状態で中敷きを立てることで点灯しやすい荷物を安定化するバスケットモードのニューウェイとなっている一部グレードにはメイクアップが設定されておりメッキバンパーモールとメッキサイドモールを追加しドアアウターハンドルにメッキ加色を施しリアコンビネーションランプをクリアクリスタル化内装はメッキ加飾とインテリアアクセントカラーが施されシートには シートパイピングを施した専用仕様となる。歴代のムーブシリーズ、並びに、軽トールワゴンを含む、全高 1700mm に満たない軽乗用車としては、史上初となる後部両側スライドドアが採用されている。6代目ムーブに採用した、軽量後部合成ボディ、D モノコックを、はじめ、D サスペンションや D アシストも採用することで、しっかりとしたハンドリングと、 ロールやふらつきが少ない高い操縦安定性を確保したほか、ステアリングのパッド取り付け部にゴム材を使用することでダンパー機能を持たせて振動を吸収し、ボディパネルの隙や穴を減らして音の侵入経路を低減することで静粛性を持たせた。また、クールド IEGR、冷感時に CVT フルードを短時間で温める CVT サーモコントローラー。 外反の樹脂化などといった E、S テクノロジーも採用したことで燃費性能にも優れ、2WD 社は平成32年度燃費基準プラス20%、4WD 社は平成32年度燃費基準プラス10%をそれぞれ達成している。安全面では6代目ムーブや3代目タントにも採用されているカメラとレーザーレーダー。 ソナーセンサーの組み合わせにより、前方車両との衝突の危険が高まった時に、緊急ブレーキを作動することで、危険の回避を支援するほか、歩行者の検知や、車線の逸脱時に、警報で知らせ、前方や後方へのアクセルとブレーキの踏み間違えによる、飛び出しも抑制する衝突回避支援、システム、スマートアシスト2を採用し、一部グレードを除く、全車に標準装備したほか、 坂道発進時の後退を防ぐヒルホールドシステムや時速 60km 以上の走行時に強くブレーキを踏み込んだ場合にブレーキランプの点灯と同時にハザードランプが自動で高速点滅して後続車に注意喚起するエマージェンシーストップシグナルも採用したさらにバイアングル LED ヘッドランプ装備車にはステアリング操作に応じてヘッドランプが稼働して 進行方向を照らす、ステアリング連動ヘッドランプ AF 図を軽自動車で初めて採用したほか、4カ所のカメラで車両の前後、左右を映し、上から見下ろしたような映像をナビ画面に表示するほか、表示モードの切り替えにより狭い道でのすれ違い時や、見通しの悪い交差点での走行時にもにも対応するパノラマモニターを大発車で初めて採用した。 2017年9月のマジカル未来2017にて、初音ミクとのコラボが発表された。北海道地区のダイハツ販売店であるダイハツ、北海道販売が企画しており、同社による初音ミクコラボ社としては2014年のミラココは、2016年のキャストアクティバに続く第3弾となる。キャンバスイコールキャンバスとバスイコール乗り物のバスを、 組み合わせた造語で、キャンイコール何でもできる、バスイコールミニバスのようなデザイン性により、暮らしの可能性を広げられる、軽自動車を表現している。ありがとうございます。